ございます。おはようございます。おはようございます。団長ミート焼いてます。あ、パン焼けた。今日もちょっと朝忙しいんでちょっと飯食うとこかなと思いまして、団長ミート焼いてます。そして卵2つにすっかな。今日2つ持ってきたけど1つでもいい気がするな。1つにしよう。そしてマヨで塩コショウ。ほいよし、混ぜる。クランブリーにします。つかへんかな、大丈夫かな。チーズも乗っけようか。溶けるかな。先にやっといてよかったかな。チーズ溶かしたい。あんま固めたくない。チーズ溶ける、早く。冷凍してっからさ、俺チーズもうまくいくかな。わあ飛んだ。もう卵持ってよ。これでいいわ。よし、これでうまくいくはず。よし、焼いたパン、そして焼いたランチョンミートとかチーズと卵。あ、レタスいるな。レタス欲しいな。使っとかないとな。レタスもすぐなんかやばい感じになるもんね。ちょっともう洗いたてですけど、水切りがちゃんとできてないけど、まあいいか。みずみずしいということでね。時間がね、あと15分後にはもう仕事だ。でケチャップ OK。 よし、これを挟んでもう OK でしょ今日は。あー、ボリューミー。よし、というわけでおはようございます。お仕事前の方に紹介でございます。おはようございます。銀紙という名のアルミホイルをちょっと巻いとこか。いや、巻けるほどのな、あるのないな。ギリいけるかな。というわけでバゲットです。いただきます。ランチョンミートと卵のバゲットサンド。ランチョンミートまだもうちょっと残ってるな。いただきます。うん、まだレタスだけ。まあ本日はもうあいにくの雨なんで、ウォーキングがね、つらかったです。うん、うまい。昨日パスタ食った時はこの油っぽさはなかったけど、あ、俺好きやな、やっぱこの油っぽさ。うん、やっぱりパン合うね。うん、とにかく今日は午前中だけ仕事が忙しいんですけど、午後どうなんやろ。10年間でもその日記の編集間に合うかな。今回の10年パテモトチャンネルね、ビログチャンネルね、このチャンネルじゃないですけど、そこで投稿する動画の半分までは
この間の飲み会の映像、はい、後半がクズの日の映像、うん、となっておりました。あとエンディングムービーだけなんですけど、うん、編集が終わってない。まあ、仕事が忙しかったら回したいね。水曜日とかなるかもしれんな。明日明後日はちょっと作業とかゴミ捨てとかもちゃんと行っておきたいし、掃除もしたいし、まあ中年派でもその日記っていう、中年派でもその日記っていうね、チャンネルはもともとマニアチャンネルで飯動画以外のことをしたらそっちへ動画投稿するっていうやつだったんですけど、ここも半年もうちょっとぐらいは、もうそう1年ぐらい経つのかな、その週にあった出来事を、あとまあ休日の出来事を映像に残して動画にするっていうことを毎週でもなかったけど、まあ引っ越しでちょっと忙しかった。当初は毎週投稿してたんです、週末、日曜日に。だからちょっともっつかなくなってきたんで、忙しすぎてやることが多くて、今日はページ38、もう38まで来ましたけど、そこではもうこうやってカメラに向かって喋ってるような動画ではないんで、まあ副音声では喋ってますけど、まあまあ見ていられない方、あとよくねコメントで猫ちゃんとか聞く人とか、うん、この包丁のコメントまでな、どこのやつですかと、中年派手元日記の方で紹介したかもしれません、うん、どっちにしろ10年間でもとにかく動画詳細なのにこの包丁も書いてあると思います、うん、まあのどかなね15分から20分ぐらいの動画ですので、よかったら見てください。お時間ある時でいいんでね、うん、お暇な時で、うまい、あ、頑張ろう。26日でしょ、うん、今日引っ越しされる方もいらっしゃるんでね、うん、引っ越ししますとなっておいて、おめでとうございますなんかおめでとうなんかな、したくてしてるわけでもない可能性もあるけど、まあまあでもしだけはしゃあないししてるっていうこともあるしさ、どうねんな、
ちょうどこの26日、2組にそれも引っ越しするんですよ。一人はまあご家族が増えて、おそらく今の家ではちょっと無理になったんで、家を買われて、引っ越しされる方。もう一人の方はわかんない。うん。コメントで最近引っ越ししますって書いてる人。うん、まあこの季節ですからね。移動の、移動、出会いと別れの、と移動の季節。うん。まあ、おめでとうございます。おめでとうねよな。わからへんな。一人に関してはわからへん。どっちに、いやいや、転勤とかもあるからな。うん。なんというわけで、まあ、慌ただしい、バタバタする時期かもしれませんけども、お互い、頑張っていきましょう。というわけで、パテモスと今からも仕事行きたいと思います。パン食べましたね。はい、ごちそうさまでした。お昼は、まだご飯かな。ご飯食べたいなと思います。というわけで、また後ほど、ほな。